はい、どうもおぱしです、今回はですね、久しぶりにくんさんについて、雑談しながらやっていきたいと思います。アフレコでございます。で、くんさんについてということでね、最近ですと、くんさんがなんかダステルさんにチャンネル登録者が勝ったっていう件のと、あとツイッターについてと、あとくんさんが喧嘩してることについてちょっと軽く話していきたいと思います。で、まず一つ目、ダステルさんに勝ったみたいな感じの動画をくんさんが上げられていたんですよ。で、なんかチャンネル登録者がとうとう今くんさんの方がダステルさんより多いんですね。で、なんかてっきり自分としてはなんかまあちょっとは思うところもあるだろうけど、もう再生数で言ったらね、もう常にずっと日本で FPS のねてっぺんをくんさんは1年以上走り続けているんで、特に気にしてないのかなと思ったら、結構なんか気にしてるっぽい感じの動画を上げられていて、なんか込み上げてくるものがありますねみたいな感じの動画を上げてたんで、ああ結構気にしてたのかなと思って、ちょっと正直意外でした。そういうの気になさらない方かと思っていました。で、実際でも前にくんさんがなんだラップバトルとか言って BF ディスと COD ディスラップみたいなバトルしてた時も、なんか昔からくんさんって叩かれる時って、昔はねダステルの金魚の糞みたいなあだ名を結構つけられてたんですよ。だからまあ結局なんかダステルさんのおまけだろみたいな扱いをされてたんですけれども、確かにチャンネル登録者が勝ったことによって今度はダステルさんがおまけってまでは言わないですけれども、まあもうおまけ呼ばわりは絶対されないじゃないですか。だからまあ確かに結構まあ嫌だったのかなというふうにちょっと見てて勝手に感じました。で、あとツイッターの話ですね。くんさんのツイッター見てるんですよ、自分。で、自分ツイッターはもうとっくの塔にやめていて、もう15ヶ月ほど前に、やめたんですけれども、やめた理由としては、まあ、めんどくさいリプライが多すぎるっていうのと、宣伝効果が大して見込めないっていう感じですね。例えばですけど、500リツイート来た動画とかでも言うて再生数が普段とあんま変わんなかったみたいな。だからリスナーの方がリツイートをたとえしてくださったとしても、じゃあリスナーさんの、お友達の方まで見てくれて巻き込めるかって言ったら言うて巻き込めないんですよね。リツイートしていただいて終わりということで、そんな効果ないのかなっていうふうに昔から思ってましたし、まあちょっとめんどくさいなということで、やめました。で、まあくんさんのねツイッターだけは見てるんですよ。別の仲いい動画投稿者はみんなツイッターやってますけど、まあみんな見てないんですね。なんかみんなは別になんか普通にプライベートのこと書いてますけど、くんさんだけはなんか時事ネタだったり炎上ネタとか書いてるんで、何が起きてるかちょっとわかるんで、まあ、ちょっと勉強になる反面、あと何 どんな今尖ったこと起きてるのかなっていうのを知りたいと、とりあえずくんさん見とけみたいなねって感じで、抑えてるんですけれども、なんかくんさんって昔からニコ生だったり YouTube だったり、まあいろんな界隈の有名人と喧嘩してるんですよね。で、前喧嘩してたのが、まあニコ生なのかな、歌い手の人だったりとか、あとはまあ最近だとなんかダークソウルのパリーの人だったりとか、いろんな有名人と喧嘩してるんですけれども、まあ今またねなんか別の畑の人と、喧嘩になってて、でなんかその喧嘩の内容がね、正直ね見てて胸くさるんですよね。くんさんのことを叩く人が現れるのって正直面白いっちゃ面白いんですよ。もう絶対喧嘩になるなと思うから、肌から見てる分にはもう対岸の火事なんで、もう好きなだけやれやれって感じなんですけど、ただねそのくんさんを叩く動画を見るのはある意味面白い、ある意味面白いんだけど、みんなに注意してほしいんだけど、叩く人に。くんさんの動画って、くんさんのこと叩く人って大抵その直近の動画の再生数の少なさを叩く人が多いんですよ。お前チャンネル登録者10万何万10何万いる割には直近の動画1万2万再生しかされてねえじゃん、オワコンだなみたいなことを言う人が非常に多いんですね。それはね、言ったところでくんさんには響かないんですよ。くんさんはここ1年以上ずっとFPS 界隈で日本一の再生数をずっと走り続けてるんですね。で、FPS 界隈っていうのはその COD とか BF メインで上げてる人ね、だからオトジャさんとか抜きね、ホラフキンさんとか抜きにすると、ハセジンさんをチャンネル登録者の頂点とすると、ずっと日本一はくんさんなんですよ、もう1年以上で。まあ、再生数でいうと大体およそ600万再生ぐらいで、600万再生がどれぐらいすごいかっていうと、未だかつて COD メインの実況者で400万再生月間で超えた人は誰もいない、そんぐらいすごいことなんですね。だからぶっちぎりのぶっちぎりなんで、だから直近の動画1本あたりの再生数は確かに10万人以上いるのに1万再生ばっかだから、あれこいつ人気ないんじゃねって多分思うんですよ、旗から見れば。でもそれを月間100何十本って上げてるんで、それをかける百何十して、かつ過去の動画遡るってなると、結局もうずっと日本一なんですよ、あの人は。なんでだから再生数少ないオワコンだなって言える人は多分いないんじゃないかな。だからまあ結構すごい人なんですよ、くんさんって。そう考えると動画投稿者としてもね。なんでくんさんディスるときに、再生数が少ないっていう、その旗からパッと見で見たデータで叩くと、
いや俺500万再生だけど君月間なんぼみたいなで月収なんぼって言われた時、多分クンさんに言い返せる人誰もいなくなっちゃうんで、その角度からシュシャンを叩いても勝てないんですよ絶対に。みんなあの FPS 界隈だろうが、よそのゲーム実況界隈だろうが、本当に日本に何人いるんだっていう世界なんで、月間500万再生のゲーム実況者って。なんでそこら辺はね、ぜひあのクンさんを、打倒クンを、目指している人たちはね、ぜひ参考にしていただきたいなというふうに思いますね。ということでね、以上で YouTuber 評論かっこ笑いでした。ご視聴ありがとう。師匠、俺はなんてバカだったんだ。17円しかない、これじゃガチャが引けないじゃないか。お札ももう、もうないよお札も。どうやってガチャ回せばいいんだ。パズドラに10万円、モンスターストライク、白猫プロジェクト、崩壊学園、いろいろ課金して延べ約50万円。知らなかったんだ、ゲームウォレットを経由して課金するだけで 5% のキャッシュバックが受けれるなんて知らなかったんだ。こんなにお得だったなんて。皆さん、ゲームで課金するときは 5% キャッシュバックが受けれるゲームウォレットを使ってぜひとも課金してみてください。怪しいサイトの CM みたいになってるけれども、怪しいサイトではありませんので、動画説明欄からみんなもぜひチェックしてみてくれ。今登録すると100コインもらえるぞ。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。